ファインゴンチュース作家と申します。今回はですね、家具型ラピリンスではない、アリアス型トラップラピリンスの出来紹介動画となります。最近ですね、こちらのアリアスがですね、注目を浴びてきています。なぜかというと、こちらのね、新しく登場しました。まあ、登場したというか、海外先行のカードだったんですけど、こちらのね、魔法戦記、ダルマカルマ。このカードの登場によって、先行で、トラップカードを発動するというね、重要性がかなり増したんですね。で、ここのカードめっちゃ強いんですよ。なぜが強いかっていうと、まあ、相手フィールド上の、裏側表示になれるモンスターすべて裏側表示にし、で、この効果で裏側にならなかったモンスターがいた場合、そのカードを相手は除外しなければならない。裏側表示でという効果を持っています。で、この裏側表示で除外しなければならないというのは、プレイヤーにかかる効果なんですね。これ。まあ、拮抗勝負とかと一緒です。なので、ほぼ確実に除外しなければなりません。もし除外できなかったカードは。まあ、例えば、もう禁止になりましたけども、ロンゴミアントとか、あるいはアットイグニスタ、アライバルとかね。あるいはファイナルシグマとか、そういった他のカードの効果を受けない。ノワールとかな。そういったカードの効果も、このカードで漏れなく除外できるっていうことです。いやー、これ、一回食らったらめちゃくちゃ強いっすよ、本当に。で、自分のフィールド上のモンスターは別に裏側表示になっても、これ全体なので、別に裏側表示になっても別に問題ないんですよ、特に。はい。別に、自分のターンで、はい。裏側から表にすればいいだけなんで。で、別にエクストラから出すモンスターもいないので、リンクモンスターもほぼ使わないので、使ったとしてもほぼ使い切りですから、特に全然問題はないっていうのがある。まあもちろんね、アリアスの効果で持ってくるのが、持ってくるというか、セットするのがビッグウェルカムでもいいですし、次元消費でも強いでしょ。ドラグマパニッシュメントでも強い。で、そういう奇襲性の高さが売りですね。で、まあレベル6なので、4と合わせて、アリアンナと合わせてカオスアンヘルになれるというのもかなりね、絶妙なレベルだと思います。じゃあ早速ですが、紹介いってみましょう。モンスターからいきます。アリアンナが3枚、アリアスが3枚、レディオブザラミンス2枚、姫様1枚、クックロック1枚、ストーピーが3枚、シャンドラが3枚、絶対はバックジャック1枚。で、増殖するGが3枚、ハルルラが3枚。次に魔法カードです。白金の城のラビリンス1枚、ラビリンスセッティングが1枚。以上です。次にトラップカード。ビッグウェルカムラビリンス3枚、ビッグウェルカムラビリンス1枚、次元消費1枚。ダルマカルマ2枚、トランザクションロールバック3枚、無限保有3枚、パニッシュメントが2枚。以上の40枚となっております。次にエクストラデッキいきましょう。ヌトスが2枚、スターベのフュージョンドラゴン1枚、沼地のドラゴン1枚、ガルーラが1枚、ティフォンが1枚、バグースカ1枚、カオスアンヘル1枚、デスキャスター2枚、SP リトルナイト1枚、ダルク、闇霊使いダルク1枚、プーケファルス1枚、閉ざされし世界の、サロスですね、サロス1枚、IP マスカレナ1枚。エクストラが以上です。次にサイドデッキ。キッコ勝負3枚、闇のデッキ赤いウイルス1枚、次元消費1枚、天狼接獄1枚、神の戦国3枚、超融合2枚、ラディアン2枚、ドロール&ロックバード2枚以上です。はい、それなんですが、まず、メインデッキの説明です。アリアンヌが3枚、ここ確定です。アリアンヌとアリアンヌ。もう、入れたかったんですけども、さすがにちょっと枠がないので1枚にしています。で、アリアス。これがね、ミラー戦でめっちゃ強いんですよね。はい。このミラー戦において、このカードは、奇襲性やばいんですよ。だって、自分のウェルカム、ラビリンスカードの効果発動に相手が遅延すれば出てくれるので、まあ、大体相手が例えば鎧姫があったとしたら、こっちの通常トラップカードの発動に遅延されるわけじゃないですか。で、それに遅延して出てくるんですよ。レベル6で出てくると。で、それでカオスアンヘルとか出せれば、3500なので一方的に殴りに行けると。で、まあ、当然ね、ここら辺の、まあ、ダルマカルマでもいいと思います。ダルマカルマだったら相手の鎧姫もね、完全に無力化できるので。で、レディオブが2枚と、白金の城のラビリンス1枚。ここはまあ、ほぼ確定枠かなって感じですね。で、クックロック1枚、ストービー3枚、シャンドラ3枚。まあまあ、ここもね、家具はないと話にならないですね。トランザクションがいる以上、家具は外せないと思います。で、絶対はバックジャック。これ2枚にしたかったんですけども、どうしても入れたいカードがね、あったんで。なんかね、他の構築見てると、まあ、レディオブ1枚にしてるとかいうのもあったんですね。ただまあ僕の場合はやっぱ2枚は欲しかったので、バックジャックは1枚だけにしています。強いですけどね。で、増殖する字とハルラが3枚。まあ、これは外せないなっていう。で、白金の城のラビリンス、白金の迷宮城1枚とラビリンスセッティング。このカード入れるんだったらトラップトリック入れたかった。はい。これもトラップトリック入れたかったんですけど、ちょっと枠ないんでね、っていう感じです。もしね、今のところ使えてるんですけど、もしまあデュエル中に1回でも、あ、やべえな、これ使えねえな、っていうのがあったら、
トラップドリックの採用も考えます。まあ別にトラップドリックアリアスと相性いいんで全然入れてていいですからね。でビッグウェルカムが3枚、ウェルカムラビリンス1枚で、次元衝撃1枚、ここもまあ確定かな。でダルマカルマ2枚にしてるのは、他がねドラグマパッシュメントを2枚入れたかったっていうのがありますね。本来1枚だったんですよ。でダルマカルマ3枚だったんですけども、ちょっとドラグマパッシュメント欲しい時が結構あったんで、でトランザクションロールバック3枚、無限法要3枚、ドラグマパッシュメント2枚と、まあそんな感じかなって感じだけども、他にはまあ採用したいカードやっぱまあトラップトリックと、他まあ天狼接獄とかですかね。まあラピュリンスがね僕の地元めっちゃ多いんですよ。なのでミラー戦で勝つには天狼接獄決めるのが一番イージーゲームなので、ちょっとメインに入れときたいなって感じはあるんですよね。ラピュリンスセッティングももちろん強いんですけど、リソース勝負になったらもし邪魔だなと感じたら抜くかもしれません。ただまあ個人的に使ってみたいカードなので入れています。でエクストラがヌトスが2枚、これはパニッシュメント用ですね。でスターブベノム、ヌナチのドラゴン、ガルーラ、これは超融合用ですね、あのサイドからの。でティフォン、バグースカ、ここもそうですよ。バグースカはねちょっとねレベル4があんま並ばないので抜いてしまっていいかもしんないです。まあ、悪魔族のランク4なので入れてるってだけなので、もしここ抜くんだったらカオスアンヘル2枚目とか、あるいはもう落とす用のカード、ドラゴンパニッシュメントで落とす用のイグニスターとか、そのあたりでもいいと思います。で、デスキャスターが2枚、スピリトルナイトで、カオスアンヘルは1枚。まあ、カオスアンヘル2枚目でもいいかな。カオスアンヘル大好きなんで私。バグスカの代わりにカオスアンヘル2枚目でもいいかもしれないです。で、デスキャスターが2枚、リトルナイト1枚、ダルク1枚。で、プーケファルス。これはまあ、パニシメントで落として、ガルーラをさらに落とすっていう感じですね。で、サロサ、マスカレナ。まあ、マスカレナは妨害用ですね。相手ターン中で出すっていう。で、キッコー勝負3枚。サイドがキッコー勝負3枚、闇のデッキアカエルス1枚、次元衝撃1枚、天狼接獄1枚、神の宣告3枚。これももう固定かな。で、超融合が2枚。まあ、超融合がね、働いたのはやっぱミラー戦が多いからかな。ラピュリンスのミラー戦。ちょっとさっきからミラー戦ばっかですいませんけど、でも実際ミラー戦が死ぬほど辛いから、もう神経使うんですよ。なのでイージーゲームをやりたいということ。で、ラディアン。ここが怪獣枠はセンチュリオン用ですね。センチュリオンもまあそこそこ多いです。まあでもラピュリンスほどではないな。ラピュリンスとレスキュー S ばっかですから。で、ドロールアンドロックワード。これはもうレスキュー S 用ですね。僕は入れてるのは。ピュアリーも最近増えてるので、その部分でも、サイドから抜けない感じのカードですね、これは。はい、以上になります。で、トラップドリック本当にね、ラピュリンスセッティングを考えたり、あるいはアリアスを考えるんだったら入れてもいいと思います。その場合もうだからモンスターは何て言うんだろう、最小限にするかもしれない。レディオブザラビニス抜いてとか考えるかもしれません。ハルウラナ1枚抜いてとか考える。でも次元衝撃が刺さらなくなってきたと感じたらもう完全抜きましょう。今のところちょっと抜けないかなって感じはあるんですよ。いや、だってミラー戦、ラピュリンスミラー戦でレスキューエース、そのあたりがやっぱいるとやっぱ次元衝撃いらないんですよやっぱし。まあでもピュアリーが増えてきてるとも言ってるし、センチュリオンもいるから抜けないっていうだけでね。はい、はい、それでは以上です。バクテカのアリアス型ラピュリンスのデッキ紹介動画でした。もしよろしければチャンネル登録のなるべく高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。